こんにちは、ABS プロスタッフの福江和恵です。今回はモーティブ社最新作タグキャノンのレポートをお送りいたします。モーティブ社のミディアム領域で高いスキッド能力とバックエンドの動きを兼ね備え、当時多くのボーラーがグラフィティタグで攻撃的にラインを攻めていました。今回のタグキャノンは億単やグラフィティタグ、フリースタイルブラッシュなどに使用されたアジリティカバーストックの最新バージョンの SFP スキッドフリップパール素材を採用しています。アジリティカバーストックは歴代どのバージョンでもスキッドを強調させ、バックエンドに特徴を持たせるときに、モーティブ社は意図的にこのカバーストックを採用してきました。今回の SFP スキッドフリップパールもかなり直線をイメージさせる仕上がりだと思います。テスティングする前から鮮やかな蛍光色で見た目走りそうな感じは、投球すると予想を超えてはるかに走りを感じたのが第一印象です。オイルのある部分から徐々にないところへのアジャストというよりは、私の直感は大幅なラインの変更を予想できるほど走りを感じました。モーティブ社で今まで多くの走り系と言われたボールが発売されましたが、その多くはスキッドの中にどことなくキャッチを感じるスキッド感でした。でも今回のタグキャノンはその想像を超えたスキッドというか、グラフィティタグよりも大幅にオイルに敏感になっているので、どちらかというとフリースタイルラッシュに近いスキッド感に、いやいやバックエンドの動きが加わったライトオイルに焦点を合わせた作りになっています。注目すべきはグラフィティタグでも使用されたバックエンドの動きが出せるハロゲシンメトリックコアとアジリティ SFP カバーストックの組み合わせでしょう。ハロゲコアのエネルギーを最大保持からのバックエンドでのアンロードは、今までのモーティブ車では過去にないほど大胆にピンポイントを極めたスペックとも言えるでしょう。モーティブ車で走りに特化したボールを持った方はこのボールを見逃すことはできません。モーティブ車のミディアム領域で今一番爽快に走り、バックエンドが鋭いボールの発売です。現在ではオクタンカーボンの次に使用できるボールとして、また後半の荒れたコンディション攻略にお役立てください。ぜひ皆様このモーティブ社最新作タグキャノンお試しください。